この曲で気分を盛り上げます。早いな、めっちゃ早いな。いよいよ上原浩二投手の登場であります。徳光さん、トレード決まって、そして日本人初の、はい、メジャーでのワールドリーグに、ね、登板いたしました。ピッチャーとしました、はい、バッターは3番大引きに代わりまして高橋由伸。盛り上がりますね。もうどんな組み合わせでも考えられますね。そうですね、考えてみれば、ね、もう本当、いやー、見せ場がやってまいりました。上原浩二にとっても見せ場、高橋由伸にとっても見せ場。そうですね、得点は9対1と大きく水を開けられたドリームヒーローズですが、プレミアムホルツでそのお中元でもって獲得した上原浩二。そうです、この2人は誕生日が全く一緒です。そうですね、わいたもよ、結構いいボールだな、はい、18.44 の緊張感が漂ってくる、そんな対決になります。どうだ、打ち上げた、これはライトフライか、サンダースリーだぞ。上原浩二がやりました。一球で勝負、高橋由伸を打ち取りました。上で打ち取れたね。上原浩二に拍手をどうぞ。一応ベストは別としまして、トレードは成功でした。以上です。コマーシャルです。